みんなの祝福を胸に前へ進むよ。崩壊サードをプレイしてくださっている館長の皆さん、こんにちは。キアナ役の釘宮理恵です。崩壊サードアニバーサリーおめでとうございます。キアナちゃんはまっすぐで周りのみんなを笑顔にする元気な女の子です。初期のキアナちゃんはまだ少し甘えん坊でわがままな気がしますけど、いろいろなことを経て今ではとっても立派なバルキリーになりましたね。これからもキアナちゃんの成長を見守っていただけたら嬉しいです。キアナ役の釘宮理恵でした。強風よ、私に服従しなさい。館長の皆様こんにちは、ライデン名役の沢城みゆきです。この度ですね、崩壊サードがアニバーサリーを迎えるということで、本当におめでとうございます。そして、皆さんのご声援ありがとうございます。深謝いたします。私がやらせていただいてきました、この来年メイという女の子はですね、なんかこう最初は学園の中にいる、こう学園生活を楽しく送っている、みんなのちょっとお姉さん的な存在で、ちょっと口うるさいところもありながら、とっても世話好きな可愛い女の子としてスタートしたんですが、今やですね、律者と呼ばれるなんだかすごくたくましい存在になり、世界の命運みたいなことを、見据えるような日々を送っている女の子に成長しました。年月の流れは人を成長させますけれども、まさかここまでこうなんて言うんですか、ね、思い切って成長する、キャラクターはなかなかいないなという感じで、私も毎度毎度こう驚きながら、そして新しい姿を、すごく楽しみにしながら、並走させていただいておりました。さあこの先どこへ向かうのか、一体何になるのか、私も皆さんと一緒に、ワクワクしておりますので、ぜひ引き続き、ご声援そしてご並走のほどよろしくお願いいたします。ライデン名役の沢城みゆきでした。ブローニャは自分の道を見つけました。館長の皆さんこんにちは、ブローニャを演じていますアスミカナです。崩壊サードアニバーサリーおめでとうございます。そして館長の皆さん、いつも応援ありがとうございます。私は初期の頃から崩壊サードに関わらせていただいているんですが、仲間たちと共にどんどん強くかっこよく成長していくブローニャの姿にいつも感動しながら収録に臨ませていただいております。そして、ちょっと大人になったブローニャだったり、顔は似てるけど実は別世界のブローニーという子だったり、そんなブローニャのいろんな面が見られて、そのあたりもびっくりしつつ楽しく演じさせていただいております。皆さんにも楽しんでいただけてると幸いです。そしてどんどん広がっていく崩壊サードの世界、これからも楽しみで仕方がありません。これからもブローニャそして崩壊サードをよろしくお願いいたします。以上、ブローニャ役のアスミカナでした。お願い、もう一人の私。仕方ないわね。ゼーレ役をやらせていただいております中原舞です。崩壊サードアニバーサリーおめでとうございます。私が演じているゼーレちゃんなんですけど、ゼーレちゃんはですね、2つの人格がありまして、普段はねとっても頑張り屋さんでいい子なんですけど、たまにこう性格が真逆な裏人格の方に切り替わるんですよね。ストーリーの中では2つの人格が会話するシーンもありますので、ぜひそこをご覧になっていただいて2人の関係性を楽しんでいただけたら嬉しいです。というわけで、これからも崩壊サードを楽しんでいきましょう。ゼーレ役の中原舞でした。守ることが私の唯一の使命です。館長の皆さんこんにちは、深尾を演じさせていただいてます高山みなみです。崩壊サードアニバーサリーおめでとうございます。深尾はね、物語の初期にキアナちゃんたちの委員長として登場したんですけれどもね、真面目で頼りになるけど、無口でおとなしいという印象でした。でも
物語が進むにつれ明らかになったのは彼女の壮大なバックボーンだったんです。これが本当にすごくて、そのいろいろな出来事に納得したり、驚いたりしながら楽しく演じています。気になる方はぜひメインストーリーの方をプレイしてみてくださいね。これからも深を大切に演じていきますので、どうぞ応援よろしくお願いします。